21世紀夢のゴンドラ旅チャンネル、今日はですね、東京の東京税理士会の本郷支部総会、2024年6月20日でした。今日4時から総会がありまして、総会も順調に5時ちょっと過ぎには終わりまして、6時からは懇親会ということなんです。今日お送りしたいのは、この本郷支部の他にないその和やかな、その締めのですね、イベントがあるんですけどもね、これをお送りしたいと思っております。それでですね、このそれは何かと言いますと、湯島の白梅という歌があります。これを3番まで皆さんで手をつないで輪になって歌うんです。まあこれを他ではなかなかない税法ばっかりにこうかじりついているイメージの税理士会ですが、これをご覧いただくとまた違った一面が見えるんじゃないかと思います。それでまたこういうフランクな人たちばかりですから頼みやすいかなと思いますけれども、まあ何かありましたら税理士会の先生方に相談してください。それではミュージックスタートでお願いします。はい、前後ろ、はい、湯島が通れば思い出す、よろしくお願いします。
それから観光客が来て楽しめる場所になると思います。もう一つの夢は、完璧な人生をですね、豊かにする最高の選択ではないでしょうかね。星野さんがステージを終わられてやってらっしゃいました。私はこの2つの夢が実現することを期待して、そして今宣伝させていただきます。高島村 の宣伝をしていただきまして、原田大二郎ということでございます。どうもおめでとうございます。おめでとうございます。